はい、どうも。すいません。だいぶ空いてしまったので、ちょっとね、いつになったらこう再開されるんだって思われてたと思いますが、ようやくある程度区切りがついてきたので、続きをやっていきたいと思います。前回はね、内装の方まで塗装しました。自分もちょっとこれ撮影するの久しぶりなのであれなんですけど、こんな感じでね、塗り分けをしています。でですね、次、説明書指示だと、この窓のね、このセラミック塗装のこの部分の塗装になってますけど、これはね、前回の、34GTR でね、まあ、シーズン1の方で紹介したので、今回はここの塗装に関しては省きたいと思います。次です。このヘッドライトとかのね、このね、銀色い部分。ここの塗装についてやっていきたいかなと思います。よいしょ。これもね、できる人、できない人、いろいろあると思いますので、例えばその家庭の事情とかでね、できない人もいると思いますので、その辺はね、皆さんのできる範囲でやってもらって大丈夫です。別にこれをやれば、これぐらいのものは、作れるよぐらいの感じで思っていただければいいので、絶対何が何でもやらなくてはいけないというわけではありませんので。では塗っていきたいと思います。今回のこの富士見の13シルビアに関しては、こうやってヘッドライトのインナーパーツですね。テールライトのインナーパーツが一体になってます。ボディと一体です。前回の34の GTR に関しては、ここが別体になってましたし、メッキパーツだったので問題はなかったんですけど、この状態でね、よいしょ。クリアパーツをつけると、どんな感じになるかっていうと、今回、角目とプロ目が選択式になってますけど、この部品自体がね、ボディーパーツ自体が角目のインナーになってるので、角目で組みたいと思うので、プロ目の方を先に切り出して、どんな感じになるかを説明したいと思います。よいしょ。先に、前もって準備していないというね、いつもながらのちょっとぶっつけの感じなのであれですけど、塗装しないまま、このね、ところを塗装しないままやるとどうなるかっていうと、こんな感じになるんですよね。ちょっとこう、見栄えがあまりしない、どこがヘッドライトだの、どこの部分がヘッドライトなのっていうふうになっちゃうので、ここに関しては塗装をしたいと思います。で、塗装が無理だよっていう方向けに、ミラーフィニッシュ、長谷川のミラーフィニッシュっていうやつをね、使ってね、説明もしてもいいかなと思ったんですけど、あれはね、デザインナイフが必要になるので、ちょっとデザインナイフの使い方に関してはね、また今度、シーズン3とかで紹介できればなと思いますので、よいしょ。シーズン3までできればの話ですけどね。まず今回は、ここをね、マスキングしないで塗る方法を先に紹介したいと思います。マスキングしないで塗るとどうなるかっていうと、はみ出しちゃうことがあります。よいしょ。ちょっとごめんなさいね。また作業光景が映らないかな。こうやってね、コツとしては、ここの際のところにこう筆先をこう軽く当ててやれば、あんまりはみ出さずに塗ることはできますので、こう筆先をね、こうね、際に当てがってやるって言ったらいいのかな。こういう感じでやってやると、あんまりはみ出さずに塗ることができます。これはこの富士見の13だからできることであって、キットによってはできないこともありますので、この辺はね、それぞれの皆さんの、あとはこの面相筆を使って、面相筆を使ってやれば、こういう細かいところね、もう塗りやすいですけど、今回のこの13に関してはこういう塗り方ができるので、これでやります。こうね、なぞるような感じでやってあげてください。で、筆は基本的に押す方じゃなくて引く方で塗ってあげてください。ただ、こういう角のところとかは押してあげた方が塗りやすいですね。ちょっとごめんなさいね。ちょっと作業光景が映らないであれですけど、ちょっとね、
暗くてね。はい、こんな感じになりました。って言って、この画質だとね、多分ね、違いがそんなにわからないかもしれないですけど、ちょっと待ってください。筆をジャバジャバします。で、こういうね、銀色いところとか、要はその、ヘッドライトのそのリフレクターって言うんですけど、その反射板がしっかり銀色で塗られてると、見栄えがだいぶグッと良くなりますので、よいしょ。さっきと比べてみるとね、しっかりヘッドライトって感じになるんじゃないかなと思います。さっきのに比べたらボディカラーがちょっとね、そういう色じゃないので、こうなってたらいいんかな、この色だとね、あまりパッとわからないかもしれないですけど。で、はみ出しましたよと。ちょっと待って、わざと思いっきりはみ出そう。こう、例えば塗ってる最中にこうやってこんな感じにはみ出しちゃいましたよと、思いっきりわざとはみ出させましたけど、今これはね、こういう時は焦らずに完全乾燥を待ってください。ちょっとこれ今はね、動画の尺の都合上ね、完全乾燥させる前に行きますけど、完全乾燥させる前に拭き取ろうとすると何が起こるか。ティッシュペーパーで拭き取ってみますね。伸びちゃうんですよ、こうやって。なので、基本的には完全乾燥、はみ出しちゃった、うわーってなるかもしれないですけど、まずは乾くまで待ちましょう。で、じゃあどれぐらいの時間で完全乾燥するのっていうふうに思われるかもしれないですけど、これはね、本当に時期とか塗り方によってまちまちです。乾いたかなーって言って触るのはやめましょう。乾いたかなー、ペタ。まあ今はもうこれは乾いちゃってるのであれなんですけど、ペタって触ったらもうここに指紋がついちゃったりとか、こっちにね、色がついちゃったりとかして、それでね、ちょっと気分が萎えちゃったりすると思いますので、大体ね、塗り方によりもよりますけど、今はね、本当にね、薄く塗ったので、もう乾いてます。薄く塗ったってか、まあ塗り広げたっていうのもあるんですけど、もう乾いてますけど、塗り方によっては、本当1時間ぐらい待っても乾かないこともあるんですけど、まあ大体、そうだな、1時間もあれば乾いてると思いますよ。完全乾燥っていうのは、まあ、エナメル塗料の場合はしないんですけど、まあ、その辺はちょっと置いときますね。その辺の話については置いときます。じゃあ、乾きましたよ、と。ティッシュペーパー用意して、で、本当は、このね、ガイアカラーの、エナメル系溶剤、塗料用溶剤っていうのを使うのをお勧めします。でも多分これはね、置いてるお店と置いてないお店があると思うので、大体のお店に置いてあるこっち、タミヤカラーのエナメル塗料ですね、これを使ってもいいと思います。ただこれをあまりお勧めしないのは、場合によってはね、変な力が加わるとプラが割れるっていう話をよく聞くので、ちょっとこちらもね、メインに話を進めていきたいと思います。ただやることは基本的には一緒です。ちょっと取って、ちょっと湿らす程度でいいです。このね、はみ出したところを、拭き取ってあげてください、こうやって。はみ出したところは、こうやってね、拭き取ってあげれば、それでいいです。で、もし、こうやって拭き取ってる最中に、このね、中の方がまた、ね、の中のね、拭き取りたくないところまで拭き取っちゃったとしたら、それはそれで、また塗ってあげればいいんですよ。なので、別にはみ出ししても、そんなに気にせずにやっちゃってもいいと思います。というわけでですね、今回は、ボディのこのヘッドライトインナーですね。塗装の、マスキングテープを使わない方法を紹介させていただきました。次に、次回はですね、このテールランプ。
このインナーのところをシルバーでまた塗るんですけど、ここをね、マスキングテープを使って塗る方法で教え、やってみたいかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。